おはようございます。 Day1 の朝でございます。まあ今日が大会本番の日ということでございまして、キニガードアルカナも頑張ってます。これ横断歩道を渡りながらスモーク触ってたら逮捕されます。朝急ぎすぎてモエナも変えてないわ、日焼け止め忘れるわ、日傘も忘れるわで最悪のスタートですが、まあ、天気は最高です。そしてまあとりあえず全員起き入れてるというのも最高でございます。すごい、バスもホノルルって書いてある。はい、ということでデイゼロでは、まあ、このね本会場に来れてなかったんで初めての入国となります。今日の鬼怒川の服がダサすぎてヤバいと話題になってます。あ、ヤバいです、ダサすぎてヤバい。大丈夫か、強者のオーラと言ってください。おばあさん来ました。おはようございます。今日ワンチャン優勝しそうな気がしてます。え、急にアリエンデカピカチュいます。売店みたいなところにモエナあって感動してます。いきなり成人になりました。イエーイ。じゃあ今日は自信はありますか。まあ8に続かって頑張ります。ほんまに動画見てびっくりしましたよ。ほんまに全部読まれたよ。マジか、楽しみすぎる。自信でした、ありがとう。さあ初入場となります。会場やばい、涼しいよ。みんなカメラ回ってる。えぐ、今年も今年広いな。やばい、ダサすぎる T シャツの宮下と鬼怒川のタッグチーム来た。かっこいいやん。かっこいいね。やばすぎる。なんかある、潜水艦の中ですみたいな。ここが正面か、すごいです。今年のチェーンアップ、俺もアップするか。やばい、なんか音が無音や。というわけで世界大会の会場 3DS、 こちらすれ違い通信できているんでしょうか。見ていきたいと思います。やばい、なんかもしかして来てる、もしかしてあるかな、これ。え、マジですれ違ってる、なんか誰か。え、やばいやばい、えぐい、2人もすれ違ってる。アメリカや、アメリカのフロー来た。ローガン、すげえ、オメガルビーオメガルビー使ってる。シュク、初めてすれ違ったってか、俺すれ違い通信やってなさすぎて初めてなんかさ。ということで検証結果、世界大会に来よう、ありがとうございました。倉庫みたいなところを抜けて物販来ました。さあ物販ようやく来ました。なんかすごいゲンガー特集です。ホノルルのこれが僕を導いてくれています。すごい可愛いピカチュウです。すごいランタン、お、すごい海のような、お、立体的な、おー、すごい、ようやく入れました。あ、すごい列形成されてただけあって、めっちゃ、え、なんかダイスとかめっちゃあるやん。見てください、これ1なんだ。これ1個です。物販マジ今回も迫力ある。しかもめっちゃ見やすい。ライバルリプレゼントに確定で1で、すごいアロハです。これナッシーのプレマ売り切れでね。このスリーブとか、てか帽子、え、欲しい帽子、あれ嘘でしょ、絶対ないやん。見てください、これめちゃくちゃでかいけど、このサーフボード、これは多分デカさ的に売り物では全くないな。見てください、純一増田さんのサインがあります。直筆となっております。すごいかっちょいい。これこのまさかのスケボーコーナーが物販内にあります。物販の列マジで地獄なほど並んでました。そして僕の好きな川、これマジリゾートって感じだな。めっちゃいいねんけど、ここやば、ヤシ、あ、すごい、これここに住もうかな。てか
日本に住んでる意味ないか、もしかして冷静に考えて。年がら年中俺暇やし、海外移住しようかな。ハローということで、私一人ですけれども、なんとこちら入手しました。モンスターエナジーの緑でございます。飲んでいきたいと思います。オーシャンビューで変な目で見られてます、あのお姉さんに。さあ行きます。うん、うますぎ。さあここは会場の目の前なんですが、なんか変なものが置いてあります。この佇み何なんでしょうか。明らかにシートベルトなんですけど、このわけわからんこの佇みね、こんな感じです。本当にわけがわかりません。はい、ということで会場前いたらすごい話しかけてくれたお二人がいまして、しかも僕の神とさせてください T シャツ着てくれてるぐらいってことで本気具合が伝わってきました。ありがとうございます。なぜかなんじゃもの SAR に書かせていただきました。本当にとんでもないことです。しかもここにも書かせていただきました。もうやばいことになってます。洗えなくて多分困ると思います。汗だくでそのまま飾ります。ありがとうございます。さあ感染モードです。あそこに我らがウォルフグリックいます。あそこで我らがアーニャ戦国武将のハラキューも戦ってます。さあ俺らのカエールもあそこで戦ってます。現在配信宅では我らのアラシオマッティ、さあ2013世界上のアラシオマッティ VS バガチですね。めっちゃ有名な選手同士の戦いとなっております。激アツ。さあ俺らの日本人の誇り2019年世界王者ペンギンさんがあそこにいます。今2-1だと思うんで、かなりいい調子だと思ってこの調子で勝っていただきたいと思います。ということで日本人の誇りカエルさんに来ていただきました、はい、今なんかラウンド4まで終わって成績どうですか。4勝0敗でございます。4勝0敗来たー来ましたよ。マジでカエルはもうちょっと構築が結構いつも天才だと思ってるから今回の構築楽しみですけど、伝説何ですか、はい、白馬です。白馬、まあ普通に白馬いい、ね、でも持ち物がクリアシャームじゃないですか。もうチャームじゃないんだ。そうなんです。溶けない氷を持ってちょっと喉を取ってみます。溶けない氷ってプレート、プレートなんか天気のあれターンが長くなるやつかと思ったけど、それ溶けない氷よそれは冷たいます、まあ、ということでカエルさんかなりあの予選抜けてかデイツかなり濃厚ぐらいはさすがにいってるんで、はい、もうマジでめっちゃ期待してるんでよろしくお願いします。引き続き頑張ってねはい、ということで友達に情報を聞いたこの世界大会のヒストリーミュージアム歴史のやつがあるらしいんで、それちょっと見ていきたいと思います。あ、ヒストリーオフォーズ。冷静に僕のなんか置いてあったりせんかな。2004年から実はねあるけど、この時はカード部門しか多分ないんですよね。フロリダ、オーランド、サンディエゴ、カリフォルニア、アナハイム。アナハイム2006年そうやったんよ。へー。2007年ハワイ、これ俺行ってないからね。オーランド、フロリダめっちゃ行くやん。サンディエゴもサンディエゴオーランドループ来てるやんこれ。えぐい。ハワイもやばいほどもう同じサンディエゴ、どんだけサンディエゴこれでからの、ここもハワイか。2012年で僕が行き始めたのがこの2014年なんですよね。カナダ、バンクーバー、なるほどね、まあ、ほとんどアメリカではあるんかな。じゃあ僕が優勝したのがこれや、ボストン。いつも俺どこで優勝したか毎回忘れるっていうね。キービジュアルこんな感じ。どのキービジュアルがみんな好きですか。なんか2011年のサンディエゴめっちゃ良くね。なんかめっちゃいいな。いやでもここめっちゃいいな。うわ可愛い。てかこれあんま見たことないな。初めて見たまである。これ2004から6まではキービジュアル自体が存在しないんでしょうか。ルカリオ、これもうライバロリー激喜び案件。ポッチャマもボンベもいます、はい、この辺からもう見慣れたもんですわ。2015年から2016年、サンフランシスコ、カリフォルニア、エナハイム、アナハイムエピソード、エナハイムがハワイに聞こえるっていう事件発生。さあナッシュビルとロンドン、この辺最近だな。ナッシュビル、ワシントン、この辺もグッズいっぱい持ってるからな、すごい見たことある。でロンドン、横浜って見てるけど、うわ俺が優勝した時のすごい。これボストンね。ボストンのこのてか俺これチャンピオンって書いてある帽子持ってんねんけどさ、めっちゃ価値高くね。やばい、ガチで見たことないやつ来た。2012年出場者バッグ、やばい。
俺が見たことないやつ、グッズすごい、めっちゃ可愛い。このなんかピカチュウなんか顔よくね、なんかめちゃくちゃ可愛いってか状態良すぎね。どんな状態の良さや、この保管の仕方。コルクみたいな感じなんや、キャップの部分。プレイマットとか飾ってある。すごい、すごい。これ昔のデッキの、いや世界とか優勝とかしたりしたらね、この公式にデッキ化されるっていうのが、まあ、よくあるんですけど、これ昔にもそんなことがあったってことなのかな。えぐ、いやこれやばくね。すごい、パラダイスリゾートめっちゃ並べられてる。すごい、チャンピオンズフェスティバルもすごいある。おお、すごい、見たことないやつもある。うわ、トロピカルビーチかもこれ、噂のトロピカルウィンドでした。これまさかのトロピカルウィンドとは、びっくりやてな。見てください、ゲームボーイ、海外のやつってこんなパッケージやったんや、すごっ。てかなんか緑なくて草、ちょっと待って冷静に書いたら、なんか緑なくて草、赤青黄色だったの、そんなことある。さあ金銀スケルトンのやつ、てかアドバンスこんなちっちゃかったっけ、ちっちゃ、ルビーサファイア。さあ DR がパルキア、 DS、 DS でかすぎる。でこれやっぱこのね DS ライト、これがやっぱ神なんですよね結局は。うん、もう 3DS XY ウルトラサムーン 3DS、 もうスイッチ、スイッチって神だよな、これ以上の進化ってあんのっていう。有機 EL になってる、違いとしてスカーレットバイオ。2015年グッズと一緒に映る僕でございます。冷静にこのプレーも死ぬほど欲しい。うわめっちゃいいなこれ、欲しい欲しいということでポケモンヒストリーでした。ここマジ神すぎた、やばい。なんか珍しくコレクター&トレードコーナーっていうのが公式でありますよ。皆さん見てください、超素敵スポット。冷静にあっちポケモンおる、でポケモンおる方の方がちょっと人を混んでるからこっち行こう。ハワイでいい感じにチルすることができてます。なんかそもそも会場が良すぎるなこれな、この倍ヤバすぎる、このガラス張りのものとなっております。なんかホテルにヒゲ剃りあると思ったらなんかなくて、なんかちょっとヒゲがなんか濃くなってきた。ということで今日の昼ご飯は、こちらイチゴヨーグルトとなっております。食べかけクソ割れた状態からのコカ・コーラーやっていきたいと思います。うめーうめー、本場のコーラなんか日本よりうまいよな、なんか知らんけど赤もん入ってます。見てください、なんか会場にあったけど、え、これもめっちゃいい、えぐっ、マリオくね、メタモンのえぐい、これ良すぎ、クソ割れた状態。まあなんかこれがいいっていうところで撮り始めたんですけど、てかこれもクソいいけど、メタモン色合いおしゃすぎ、クソワロタ。うわかっこいい、リザードヌカリオピカチュウ、ピカチュウの顔がまんまるで可愛いです。はい、ということで全国優勝者の昨日もインタビューしたアーニャさんに来ていただきましたけど、成績いかがでしたか、デイワン。はい、現在7-0です。7-0? 7-0、えぐいて、ほぼ世界トップ16確定ってこと。熱いっす、熱すぎる、熱すぎ。日本優勝者その年めっちゃ強いっていうのはよくあるけど、ほんまに強くて笑ってます。ということでこの調子で亀で世界一取ってくれるそうなんで、まずめっちゃ期待してます、よろしくお願いします。応援よろしく。運命をかけた最終戦が今から始まりますというタイミングまで来ました。 5-2? 5-2、うん、グッドラック、マジ頑張って。ハワイディスカウントビタミンです。もうなんか色とりどりのエナジーがいっぱい置いてます。薬局みたいなとこ入ったんですけど、すごい、いやすごいよ、なんかこれうまそう、なんか見て、これなんかめっちゃうまそうじゃない、ピーチエナジーゼロシュガー、これなんか飲もうかな。キヌアの結果が気になりすぎるが、逆に精神統一するために逆に外に来ました。大江菜を探しています。ということでなんかめっちゃ面白いとこに来ました。見て、ドンペンちゃおんねんけど、ドンペンって書いてある、ドンペンハワイ来ました。見て、なんかすごい、めっちゃ可愛い、不二家みたいな、不二家みたいな格好になってな、普通にハッピーバースデー。しかも見て、たこ焼き山ちゃん、山ちゃん自体は知らんけど、この日本ですよみたいな店舗があって、いなりファクトリー、なんかすごいデザインが日本風、めっちゃ可愛い、えぐ、え、やば、白米、白米、白米来ました。で、和牛串、もうなんかやってないけど、和牛串あるやん、もう日本エリアみたいなとこあるな、これで、タイ、
タイ料、タイ料理みたいな。ガチのこれ日本ストリートとなっております。日本人に優しいハワイ、日本食が恋しくなっても大丈夫です。さらにここ見てこれ、なんかこれ実は原宿とかに見たことない、これ。ここちょっと ラーメンさすがにこれ食べてちょっと食レポしていくしかないですよね。一旦完璧に日本と同じ感じのチャーシュー醤油聞きました。食べていきたいと思います。このまますっと期待通りの日本の味なのか、それともうわ海外なんてなるのか、やっていきたいと思います。日本よりうまいよ。やばい、日本よりうまい。異常なほどお腹空いてるからかもしれんけど、マジ異常なほどうまい。というわけで3等価完食いたしました。マジでありえんほどうまかった。もしかしてハワイで一番うまかった食べ物は3等価になる可能性ちょっとありますね。これからちょっと燃えなかってきます。ちょっと待って、海外のドンキめっちゃドンキやん。ガンプラとか死ぬほどあるけど、モンスターボールある。よかった、公式グッズっぽい、なんか偽物じゃなくてなんか公式グッズっぽくてよかった。今日燃えなどこ、モンスターなし、ドンキに来てまだモンスターエナジー。というわけで今日も京都でモンスターエナジーストロベリー買いました。ストロベリードリームスです。飲んでいきたいと思います。うめえ、うますぎ。なんと今回予選を突破しました衣川選手です。やばい、ハゲてる気がするな。ちょっと待って、ハゲてる気がする。急にハゲた。いや、大丈夫、第一戦ハゲてるかもしれません。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、まあ順当か。まあ本当に最後まで運悪かったんですけど、よう勝ったなって感じです。マジで、まあ、今日はなんか、まあ、運はともかく、まあ、プレイはまあコーチくもプレイやばいです。うますぎてやばい、まあ、マジうますぎてやばいです。まあ昨日は10分の12って言ってましたから、はい、まあ、それをいかんなく発揮してくれたということでですね、皆さん応援してください。お願いします。こちらの応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。ということで Day1 会場部門、まあこんなもんかな。はい、だいぶ空いてきましたね。今日は面白かったな。あ、本当ですか。いや、面白かったよ。なんかインタビューみたいなの受けてましたよね。受けたっていうか、あれなんか自分で受けに行ったみたいな。やばい、花火大会8時やったのに忘れてた。タケノコ派の皆さんは本当にすいません。ビエラ、キノコの山派です。チョコルームス。面白すぎる。ガチの本物の明治です。はい、というわけで、深夜こちら1時となっておりますけれども、動画編集とかしまくってこの時間になりましたが、まあ、2人は寝てますということで、Day1 完結となります。明日の Day2 の動画もぜひ楽しみに見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。ダメン。